こんにちは、島直子です。今日はこちらの手つかきで生けていきますね。はい、これね、庭の枯れてしまったボケなんですね。なかなかいい枝ぶりでしょう、ね、枯れたままこうやって置いとくと何かに使えるもんなんですよね。はい、そして風船と終わった、今年初めての風船と終わったね。え、私風船と終わった大好きなんですよ。でね、今年ついに庭に風船と終わった植えたんですよ。で、ね、ちっちゃい苗がね、いくつもいくつも出てきたの。まだ花もついてないんですけど、こういう大きな実がなることを期待しているんですよ。はい、そしてこれ綺麗なワインカラーのカラーなんだけど、ワインカラーのカラーです。素敵でしょうね。え、こうヒューッと長く伸びてる線、こう垂らしていこうと思ってます。よいしょ。この柿ね、口ちっちゃいからね、花材あんまり入んないの。もうほんとあと 2,3 本入れて終わりだから、カラーだけは3本どうしても入れたくて苦労してます。はいね、細くてこう垂れる線出したいのはいいんだけど、折れそうで苦しいところでございます。はい、さあ綺麗な曲線出したいな。ちょっとダウンしてる感じでね、左の風船とあとは上上がる感じで、で右に来るカラーは下に下げる感じで、でね、後ろにもちょっと風船と綿膨らみで入れます。さ、そしてでもこれだけじゃちょっとね、なんかね寂しいから、はい、ここにカサブランカ入れちゃいますよ。ちょうどね開いてて綺麗なのがあったの。はい、これギュッと入れます。ギュッとね、もう入れる場所はそこしかないもんね。はい、ギュ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 、しっかり入れました。さあ、そしてはい、欲張りな島さんの考えることは、はい、ね、風船とおわたと同じ色のね、アスリウムがあったから、これもちょっとポイントになるかなと思って入れちゃいます。出そうかもしれないけど、まあ固いこと考えないでくださいね。はい、もういいかな、もういいかな、もうこれ以上入れるとこないよね。ね、ちょっとカラーが垂れすぎてるかなと思って直してます。はいね、もうあっという間に終わりです。このカラーのラインだけちょっと気をつけたいんですよね。はい、後ろにね、カサブランカの後ろにちょっとこの風船とおわた入れときたいのね。背景の色っていう感じでこう、なんか白より白の背景にちょっと色を置いときたいじゃないですかね。で、風船とおわたを入れようと思って一生懸命、もう差し口ほとんどないです。もうめちゃくちゃ苦労してます。はい、まだ諦めませんよ、頑張りますよね。カサブランカの後ろにちょっと入れときたいのね。そのちょっとじゃないところが辛いところなんだけど、はい、いいかな、いいかな。はい、完成です。どうでしょう。はいはい、角度違えていろんなとこから撮ってきますよ。はい、動画いきます。はい、流れるように流れるように、今私すり足で一生懸命シュッシュッシュッって回りながら撮ってますね。カラーのダウンした線も綺麗に出たでしょ。はい、下がって下がって下がって、はい、全体です。どうですかね、庭のボケ、これいいですよね。一段階でも使えそう。はい、風船とわたぎっちり得た。あー気持ちいい。はい、カラーのダウンの線も綺麗に出ました。はい、今日はこれで完成です。お付き合いしてくれてありがとうございました。